カステラですよね。こんにちは。雑穀とこめこでグルテンフリーのパン作り、ホトハのパン教室、ホトハの香りです。今日は、こめこカステラを作っていきます。ここは、長崎なんです。長崎といえば、カステラですよね。で、今日の動画は、LINE と連動企画になります。なので、今から作っていくんですが、分量は、LINE のお友達限定となりますので、ぜひお友達になって受け取ってください。こちらのチャンネルでは、これからも、こういうふうに LINE と連動した米粉レシピを紹介したり、皆さんのパン作りライフにお役に立てるような動画を投稿していきます。そして、もう一つ、これをご覧の大人女子の皆さん、きっとね、何かを始めようって思っても、もう年だしなとか、難しいんでしょうってなって、もうなんか毎日同じ日々を過ごしていませんか？そういうのもね、すごいもったいないんですよね。私、と夢があります。それは、大好きなアイドル育成ゲームアンサンブルスターズの YouTube チャンネル、アンスタチャンネルの中にある料理番組、ニキズキッチンで、パン好きなキャラクターの天馬満くんとアドニスにパンを食べてもらうっていうことなんですね。なので、それを叶えるためにいろいろやっていきますので、チャレンジの様子も投稿していきますから、それを見届けてほしいですし、応援してほしいです。そしてさらに見ている大人女子の皆さんが、これなら私もうちょっとやってみようかなとか、これぐらいならできるかもなって思ってほしいです。で、それをきっかけに何か動き出してほしいと思っていますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そして新しい動画が公開されたり、ライブ開始の通知が受け取れるように、ベルマークはオンにしておいてくださいね。それでは、米粉のカステラ。作っていきましょう。雑穀と米粉でグルテンフリーのパンを作るホトハのパン教室には公式 LINE があります。米粉レシピのプレゼントも用意していますので、ぜひ友達追加して仲良くしてくださいね。まずは型の準備をしていきましょう。今日はこちらの教室で食パン型として使っている無印の保存容器を型に使っていきます。これにクッキングシートを敷きます。型よりも両端ですね。両端10センチ広いぐらいに切ってしまってください。で、シートの上に型を乗せたら、この端の部分、わかりますかね？この型の角に合わせて切っていきます。ここまで。この型の幅に合わせて型の底に当たるところまで切り込みを入れていきます。これこっちからしてもいいですよ。今日は映してるので、私、綺麗に回してやりますね。普通はこう、じゃじゃじゃって切れば切ってます。こんな感じで切れました。そしたら一旦ちょっと折り目をつけといた方が入れ込みやすいので、これで折っていきますね。これ食パン型の紙の敷き方動画も出していますので、ここだけ入れますから、よかったら参考にされてください。で、折れたら、これをそのままカポッと ここに
生地を流し込んでいくので、アシスタント的な誰か、子供がいたら、こう、ちょっと押さえとってって言って、押さえてもらってる間にバーって流し込むんですけど、一人の時は、これね、入れ込んでたら、だんだんこう、よれていくので、ちょっと、最初、こう、外側に、しといた方が、一人の時はね、押さえてくれる人がいないので、外側にしといた方がいいです。で、最後焼くときにまたこう立てて、壁にしましょう。今日一人なので、ちょっとこれ、外側に焼くときます。これで型に、まずは、紙を敷くことができました。その次、今日カステラなので、カステラ、下にザラメがある方がいいですよね。まず先に、ここにザラメを、入れておきます。これ、もう、なくてもいいわっていう方は、なしでも大丈夫です。型にクッキングシートを敷いて、ザラメを下に敷き詰めました。そしたら次、卵の準備です。卵黄と卵白に分けてほしいので、ボウル2つ準備してください。そして、卵白を泡立てますので、卵白は大きめのボウルに、小さくても大丈夫です。もちろん同じ大きさでも大丈夫なので、また別個のボウルに卵黄をっていう風にして、卵を卵白と卵黄に分けてください。卵、卵白と卵黄に分けたら、こっちですね。卵白を今から泡立てていきます。まず、この電動ホイッパーを使っていきますね。大変なので、手動でやる方は、砂糖を3回ぐらいに分けながら、入れては混ぜ、入れては混ぜ、固めのメレンゲにしていってください。電動の方ですね。電動の方は、まず低速で30秒ぐらい泡立てて、ほぐします。ほぐれたら、ここからお砂糖を入れていきますね。まず1回目。一回目のお砂糖を入れたら、ここからはもう高速で泡立てていきます。二回目のお砂糖を入れたら、また高速で混ぜていきます。三回目、最後ですね。三回目のお砂糖が入ったら、また混ぜていきます。お砂糖3回に分けて混ぜていきました。どうでしょう？混ぜてみて、固く泡立ってますか？メレンゲになってますか？固めのメレンゲになってたらこれで OK です。なってなかったらちょっとね、こういう感じで固め、たらたら垂れない固めのメレンゲに仕上げてください。で、ここからはゴムベラに変えていくんですが、これね、すぐ変えるんじゃなくって、うちの卵黄の方を、この、いっぱいついた状態でいいです。わざと。これ、次ね、これを、この卵黄を、こっちの卵白、今のメレンゲに混ぜていくんですが、いきなり、この卵黄だけのものを混ぜるよりも、先にちょっと一緒にしといた方が混ざりやすいですので、こんなついてて大丈夫。これで、このまま低速で少しこの卵黄をほぐすように混ぜてあげてください。そしたらね、これ、さっきもびっちゃりメレンゲついてたけども、だいぶ剥がれやすくなってますよね。綺麗に、こっちも綺麗になってるので、これで、ゴムベラに持ち替えて先に進んでいきます。そして、このゴムベラに持ち替えるタイミングでオーブンの予熱を開始しましょう。オーブンの予熱開始したら戻りますね。固く泡立ったメレンゲに卵黄を2回に分けて入れましょう。で、感じで混ぜていって、てください。一回目ね、今一回目入れました。
で、2回目入りました。また混ぜますね。そしたら次、蜂蜜です。蜂蜜も2回に分けて入れていきましょう。まず1回目。これね、丁寧にする方は別の容器に最初からあらかじめ蜂蜜何グラムっていう全部の量を測っといて、それを2回に分けて入れていってもいいんですが、そういうことしたら、また1個別の蜂蜜用の容器を使うことになるので、私はこのままも、はかりに入れては、半分の量入れては混ぜ、今1回目入れたので、これを混ぜて、で、次また2回目っていう風にして、直接ここにはかり入れていってます。その方がね、もう洗い物これだけで済みますので、2回目の蜂蜜が入りました。でね、どうしてもなんかさ、せっかく泡立てたメレンゲをできれば崩したくないんだけども、崩れちゃいますからね。もう、でも一応気にして優しく優しく混ぜています。最後、米粉です。米粉はいつものあのパン用の米粉、これも2回に分けて入れていきます。直接入れますよ。なので、別個で先に測ってる方は半分の量入れてもらったらいいけど、私はもう直接測りながらいきます。米粉を入れたらまた混ぜる。2回目の米粉を入れて、2回目の米粉を入れたらまた混ぜらんな。混ぜます。2回目の米粉を混ぜ切りました。そしたら準備しておいた型ですね。ここにそのまま入れていきましょう。入れ終わったらトントンして、きれいに入れ込みましょう。で、もしこう、ちょっと気になるなっていうんであれば、このゴムベラで、きれいにしてあげましょう。そして、今これわかりますかね？型、満杯にはなってないんですが、これ、浮き上がってくると思うので、壁になるように、この部分を戻しておいて、焼きましょう。今焼いてる途中なんですが、ちょっと様子を見て焦げすぎないようにアルミホイルをかぶせていきましょう。もう上にポンって置くだけなので、どれくらいだったかな、多分これくらいっていう、25センチか30センチくらい切ったアルミホイルを準備して、ちょっとオーブンのぞきに行きましょう。どうでしょう。どう見える？あー、すごいいい色に焼けてるので、もうこれ、アルミホイルをかぶせましょうね。もう上にポイッと乗せるだけで、焼き目がつかないようにしたいので、こうやって乗せるだけで大丈夫ですので。見せるときにね。そしてまたじゃあ続きをやっていきましょう。焼けました。じゃーん、綺麗。で、これすぐ抜けると思いますので、このまま抜いてもらって、で、このままだと上が乾燥しそうで気になるので、ちょっとまたアルミホイルかぶせて、少し粗熱が取れるまでお休み。じゃあそろそろ粗熱取れてると思うので、ラップに包んでいきましょう。まだ紙がついたまんまでしたので、もう、そっと、
離していってください。そして、裏側にはザラメがついてるの分かりますか？分かるかな？ザラメ。こんな感じで。これを、どうしよう。こっちがいいか。感じでぴったりアップして保存をします。で、食べるときに切りましょう。カステラ、まずこの端っこをちょっと切り落とします。でこのままでもいいんですけど、やっぱりカステラってこの端っこも綺麗になってるので、一応ここも切ったらよりカステラっぽく見えるんじゃないかなと思うので、ちょっと切っていきますね。はい、切れました。こんな感じでカステラですよね。カステラ完成です。食べたら本当にもうカステラなので、ぜひ作って食べてみてほしいです。作ってみた感想は LINE に送ってくれたら嬉しいです。本当にね、皆さんの感想を聞くのをとっても楽しみなので、ぜひ送ってください。写真も見せてもらえたら嬉しいな。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。ホトハの香りでした。またー。いかがでしたか？新しい動画が公開されたら通知が届きますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。ホトハの香りでしたー。